おはようございます。9月8日6時30分です。手売りと穏やかな朝を迎えています。昨日はすいませんでした。昨日はですね、さすがに1週間連続で走りましたので、お休みしました。ちょっとね、今度は最近ダンスを踊っておりまして、太ももが痛かったというのもあるんですけどね。いや、難しいですね、この年になってこうダンスを覚えるというのは。2つほどありまして、1つはよさこいです。皆さんよく知っているよさこいを、覚えなければいけなくて、結構あの足を曲げる動作や中腰が52歳にはきついですね。太ももが悲鳴を上げております。他にも今日から俺はという不良のドラマがあるんですが、ご存知ですか皆さん。それの今日俺ダンスというのもやっております。歌自体は私には馴染みのある本当に青春時代の歌なんですけどね。男の勲章という、突っ張ることが男の、突っ張ることが男の、たった一つの勲章だ、この胸に信じて生きてきたってやつなんですけど、ちょっと覚えたな、偉いな俺。そういうダンスをですね、頑張ってやりすぎて最近太ももが痛いのです。このジョギングという動作では鍛えきれてなかった、横への動き、横への股関節の動きがありますので、よさこいは中腰、強烈ダンスはキックがございましてね、踊りの中に、いや、もう大変なんです。若い人は何なんかやってますけどね、10代20代の人に混ざってやっておるわけですが、なかなか大変なんでございますよ。はい、それではそれでは、私こんな体を抱えながらも一周走ってまいりたいと思います。おお、それにしても今日も海が綺麗ですね。定点カメラを設置するのを忘れてました。やっぱり設置した方がいいね、これなら。次から考えます。はい、ではでは。今日は朝起きた時一見曇ってるような感じがしたんですけど、空の感じからしてね、どんだけ曇ってる感じがしても海は綺麗ですね、やっぱり。はい、考え直して次からちゃんと撮りたいかなと思います。この前出来上がってきた映像を見てびっくりしたんですけど、ススキを朝撮ったじゃないですか。まるで夕日みたいな感じで撮れてましたね。今日もそんな感じなんでしょうか。少し雲がかかって霞がかってたりすると、まるで朝日なんですけど、夕日のようにオレンジ色に真っ赤に光り輝いてました。あの海の色といいね。今日もそんな感じなんでしょうか。でもね、これがまた美しいね。ちょっと肉眼で見るのと、このソニーのアクションカムのカメラを通して見るのが色味がちょっと違うようです。まあうまく言えないですけど、ちょっと赤が強調されてるかなっていう感じがします。実際には皆さんがご覧になっているほどには赤くないんですよ、この朝日は。朝日は朝日らしくこれから昇ってくる勢いに溢れています。はい、でもまあそう、YouTube に上げた方の映像もそれはそれで綺麗でした。特にススキがね、光り輝いている感じはとっても綺麗でした。はい、それではそれでは、まだまだ今登ってる最中でしたんで、こんなところで頑張ってきて
思います。今日は海が凪でして、そうそう、さっき漁師さんたちが磯船出してました。ウニが取れるんですかね。だんだんとオレンジ色の部分が少なくなってきたという話を聞いてますが、最後のウニ漁だと思います。はい、もう今シーズンも終わりです。上がってきました。最高峰です。テレビ塔の最高峰です。なんとも言えないね、ここから見る朝日は。いい景色ですね。ちょうど胆振東部地震から1年ですね。あの揺れは忘れませんよ、本当に。93年の南西沖地震もすごかったですけどね、北海道南西沖地震の時。いや、その時は僕は車の中にいて、去年の胆振東部の時は寝てました。あまりの揺れにすぐ飛び起きましたけどね。本当に震災というのは恐ろしいですよ、災害というのは。どんな命でも救えるものなら救いたい。だからね、同じような機会があったときにきちんと行動できるような、そういう人生でありたいと思いますけどね。でもいつ何時自分がそういう目に遭うかわからないですもんね。厚真に知り合いが住んでましてね、その人からも聞いたんですけど、もう土砂崩れの近くに住んでた人はもう本当にあっという間だったろうって。いや、もし自分がと思うと、それぞれの生を目いっぱい生きるしかないんですかね、やっぱり。昔こんなこと言われたことがありました。私うんと若い時からなぜかその人の生き死にっていうか、特に、死んだらどうなるんだろうっていうのをすごく気にする方でして、ずっと気になってました。そうしたらこんなこと言われたんですよ。生きている間は死ぬことについて考えなくていいだったかな。その時は意味がよく分かんなかったんですけど、最近なんとなく分かるようにはなってきました。自分がそうできてるかどうか点検する毎日です。いつか死ぬかも死ぬかもって
ずっと考えてるより夢中になって生きてればそれでいいんじゃないですかねって、夢中になって生きてればそんなこと考えずに済むんじゃないですかねって、そんなことを年配の方に言われました。夢中になって生きてるかな、今自分は生きれてるかな、それをいつも考えちゃいます。今日は穏やかですね。ウニ漁している皆さんの船がはっきりここからも見えます。あそこでもやってますね、ポッツンポッツンと磯船が見えますが、ウニ漁ができる時間帯は本当に限られていたり、あと場所もですね、それぞれの漁業権が設定されてて、やれる場所も決まってるんだそうです。資源保護はとても課題なんですよね、喫緊の。本当に海は棒で取ります、網で取ったりするのは禁止だそうで、これも自然保護のためです。さて私もそろそろ家に帰ってまいりましょうか。昔わからなかった、生きていれば死ぬことを考えることはないという謎かけのような、だんだん年を取ってきて、この島で生きている、懸命に生きている鳥たちを見ていると、それが分かるような気がするんです。鳥たちはそんなこと考えないんですよね。人間はね、余計な門が発達しすぎて、そういうことを考えすぎちゃう嫌いがありますが、まあ、鳥もそうだし、その他のそんなこと考えて生きてないです。今をとにかく懸命に生きているだけです。愛する者と共に過ごして一生懸命子育てをしている姿を見させてもらいました。その子育てをしている最中に命を落としている姿も見てきました。そういう姿を間近に見ていると言われていることが分かるような気がするんですよね、鳥の数はね、一頃に比べるとだいぶ減ってしまいましたが、それはまた鳥がねあちこち動いている証拠でして、一つの場所にこだわらない、一つの場所にずっといるってことはあまりないんですが、ウトウレにとってもでも自分の巣穴には必ず帰ってくる、そういうところがねやっぱり不思議ですよね、自然のその動物の不思議さ、それを見て暮らしていく幸せを感じているジョギングバカでございます、そんな中で人間も鳥たちを見習って懸命に生きていくのが一番いいのかもしれないですね、はい、私はそんなことを、今度の胆振東部地震の 1年で思いました。いつも思いながら走ってると言っても過言ではないかもしれません、
若い時の七瀬沖地震といい、今回の胆振東部といい、考えさせられることが多すぎです、このことについては。まあ今日は日曜日ですので、そういうことを考えながらお休みを過ごすのもいいかもしれません。皆さんもどうかお元気でお過ごしください。ちょうどいいところに来ましたね。いやー、またこれ夕日っぽく見えちゃうんじゃないかな。でもいいでしょう。この駐車場に来たのは久しぶりですからね。ここでお別れします。それでは皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございます。明日もまた、あ、この間明日って言っときながら、昨日、一昨日か、明日って言っときながら走りませんでしたね。申し訳ございませんでした。走らなくても動画を撮るようにしたいと思います。明日もまた海と空と太陽と鳥たちと共にお会いいたしましょう。ジョギングマカでした。いやー、もう鱗雲だね。いやー、秋が来てるんだなー。